クリスマスイブイブ、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。12月23日木曜日、はい、というわけで、クリスマスね、イブイブでございましたということで、はい、ここでね、TikTok ね、始めて12月の8日から始めまして約半月で、フォロワー数がね600人いきました。はい、でいいねの数が約15万ね、いきまして、でさっきね調べたら、ね、ハッシュタグ桜井翔で、トップ画面に出るのがね今目標なんですけれども、そちらの方がですね、11列目からですね一気に9列目までねランクアップしておりました。はい、皆さんねありがとうございます。はい、おかげさまでね9列目まで来ましたよ。はい、もうちょいで、トップ画面ね、行きますので、どれぐらいで行くんですかね。200万再生いったら多分乗ると思うんですけれども、何日かかりますかね。あと1週間で行けるかな、ね、12月2021年中にね行けたらいいなと思ってるんですけれどもね、なんとか、ハッシュタグ桜井翔でねトップ画面にね出たいと思います。はい、でそのね絡みでね、あのなで型動画ね TikTok の方でコメント欄ね結構あの活況というかねにぎわっておるんですけれども、私ね、私と、桜井翔さんと、浜田貴博さんね、ジャニーズ WEST の、ジャニーズナンバーワンなで型の、人ですねを、横一列にね並べてみたいみたいなねあのコメントが多くてですね、もう誰かねこうなったら業界人の人にね見て目に留まってですね、オファーもらうしかないですねみたいなね、コメント欄で盛り上がって、おってですね、まあそういう流れに、ね、なったら面白いなと思いながら、眺めてるんですけれどね。はい、でまあね結構その今日でもですねテイクアウトしてくださったホテル関係のね方の、彼女さん、まあ、20代30もう30になったのかな、そのぐらいのね年代の人が、TikTok のねレコメンドおすすめで見たよっておっしゃってたんで、おおってなりましたしね、結構見てますね。でさらに、コメントいただいてたねあの方が、カラト周辺の方やったみたいで、近々にね行きますよみたいなねコメントくださってたりとね、意外となんか普通に、集客につながってるなっていうようなね流れになってきて、まあ認知度プラスそういうね、集客、プラスなんかそういうねサプライズで、そういうね、なで方界のねスターたちと共演できたら嬉しいなと思ってる次第でございます。はい、まあね夢が広がりますね。まあバズればバズるほどね、まあ、いろんなねあの副産物が含むね、ありますの で、 で今日ね、またちょっとね、違うネタを思いついてですね、それが結構、お客さんというかね、従業員さんにも、好評というかですね驚いてたのでね、これは使えるんじゃないかなと思って、ちょっとまたね曲をつけて、またね撮影したいと思います。ちょっとね週末なんでねできるかどうかわかんないですけれども、できればね、今週中か、まあ、できなかったらまあ来週ね、アップしたいと思います。これはね結構レア度が高いらしいので、またバズる可能性があるなと思っておりますので要チェックです。はい、で今日ですねお弁当が17個で、鶏からが350円ぐらい売れましたよと、で完売できましたと。はい、もうフラフラでね、また、座敷でねくたばっておりましたので、そのまま一泊して、でもう寒さにね耐えれるようにね、週末に休み定休日の日にね、なんちゅうかな、もこもこの敷マットですかねと、もうね毛布、コンパクトな毛布をね買ったんで、
もう座敷でねくたばってもね快適にくたばれるようなね環境になっておりますので、もう、家に風呂だけ入って寝過ごしたらいけないんで、もうそのまま風呂だけ入り帰ってそのまま店にまた戻ってきて、座敷でくたばるみたいなね、あのおかしなルーティーンになっておりますのでね、ますます家いらないんじゃないかなと、ね、思い出してきてます。まあ、近所にねお客さんに聞いたら、お客さんが住んでるところの、一番近いところね、トリマンから一番近いところにあの空いてるよって言われてですね、もうそこでもいいんじゃねえかなと、あまり近すぎたらねなんか嫌なんですけれどもね、もうそこでももういいんじゃないかなとね思うようになってきましたということで、で夜ですね、今日ね前半、中盤ぐらいまで暇やったんですけれども、クリスマスイブイブということでね、週末がちょうどね金土と24、25になってますので、まあ、そこを回避して今日が、結構飲みに出る方が多かったのかなみたいな感じで、うちの従業員さんがねあのおっしゃってましたけど、あ久しぶりにサラリーマンの方たち見ましたねっていうね、コメントをしてくれてましたけれども、あ確かに、スーツ姿の人ばっかりっていうのは久しぶりだなとね思いながらで、二次会三次会でね、後半来てくださって、まあ、そちらでねちょっと、挽回できて昼夜合わせて、プチ炸裂までね行くことができましたということで、はい今週ね初めての、白星ね飾ることができました。ありがとうございます。はい、まあただね、あんで今日ねご来店くださったねコモンデリさんにね、来年イベントどうするのって言われて、まあ、体のこともちょっと心配してくださっててですね、まあ、聞いてくださったんでしょうけれどもね、まあ、一応まだやる方向でみたいな感じでね、お答えしたんですけれども、まあねその土曜もか長続きさせるためにはね、もう土曜祝日はね休もうかなと今、考えてるんですけれども、平日だけでいいかなという感じで、ちょっと電話鳴っちゃったんでね中断しましたと。でまあね土曜祝日はね、まあ、ちょっと今んとこ、休もうかなとねちょっと考えてるんですけれども、まだねどうなるか、分かんないですけれども、まあちょっとね、まあそうやってね聞かれてですね、そうですねっていう感じになったのはね、なんでかっていうとですね、まあ昼のね売り上げ1日1万、目標でやってるんですけれども、そのね1万がねでかいんですよね。特に暇な時にこの1万があるかないかでもう見栄えがねガラッと変わっちゃうんで、もうねそのねちょっと何ちゅうかな、もうドラッグというかねドーピングに慣れてしまってるので、もうそれがない状態のね夜だけの売り上げの暇な感じのね時の売り上げを見るのがね怖いというかね恐ろしいというかね、まあ単純に1万引けばいいだけの話なんですけどね、アベレージからね。まあ今の状態でもですね、この23日時点でのね、アベレージね、トリマン売上移動平均線のアベレージで1万引くとですね、もう過去ワーストぐらいのね、過去完全に過去ワーストなんですけれども、12月でこれかとなるとですね、来年1月、ね、今年の1月も、過去最低を記録したんですけれども、その時はね、お弁当もやめてた時なんですけれども、それでね、過去最低を記録したんですけれども、来年のね、1月はまたさらにちょっと今の流れ的にはね、下回りそうかなっていうのもあるんで、って、ね、素直にもう、あ、ちょっと体しんどいんで、ぜいぜい言うてるんで、ちょっと、しばらく休ね、しばらくというか、お昼ね、やめますとはね、なかなか言えない感じです。はい。まあ、体はね、しんどいんですけれどもね、やめれないですね。売り上げがね、足らない。うん。単純に足らない。これやめたらね、支払いの方がね、でかくなっちゃうんで、ね、赤になっちゃうね、意味がないので、まあ、なんとかね、だましだましやるためにはちょっとね無駄な努力ではないけれども、やっぱり流れがねに需要がない時に無理やり売ってっていうのはねもうぼちぼちいいかなと思いながらも、トータルのね、データのね数字だけ見ると、売れてないわけではないから減るけど、ある最低限はね土曜でも祝日でもね売れてるわけなんで、まあそれはあった方がいいんですけれどもね、まあそのね体との兼ね合いで
まあどうするって言ったらね、まあ今のまんまね、なんとか1年持ちましたけれどもね、2年、これまたもう1年やるってなったらね、結構しんどいので、どうしようかなという感じです。はい。まあそんな感じでね、まだまだ、暇ですという感じですね。もう暇ですって言い続けながら、もう12月はね、終わろうとしておりますのでね、ちょっと悲しいですね。で、まああと、例年ね、クリスマス終わり以降ね、超炸裂連発で、こっから、追い上げる、ね、年末の追い上げウィークがあるんですけれども、まあ今年はあるか、それがあるかどうかっていうのはね、また心配なんですけれども、まあそれにちょっと期待してみましょうという感じですね。はい、というわけで、まだまだね、カレンダー空きがありますので、ご予約の方もお待ちしております。0832321619までお願いいたします。チャンネル登録の方が279人となっておりますので、チャンネル登録の方もお願いします。はい、終わります。